ちゃこんにちは。さあ、おーおー、そうです。今日はおーんです。おーんですっていうのも変ですけど。いや、怒られるぞ。そうですよね。岡田監督の一問一答ということで、はい、第一クールが終わったので、はい、そこら辺手応えを、取材陣の方が岡田監督に聞いていきました。まずは、まあ岡田監督だけじゃなくて他の監督も聞いてるんだけどね。どうしてもネットに上がるのは岡田監督のみなんですよ。まあ、はい。さあまずは椎葉投手、はい、ルーキーのフリー打撃で投げたいともう言ってきたそうですね、うん、ということに関して、いや頼もしいことなんじゃないですか。まあまあまあ、あの投げんなとは言われへんやん、まあ、そういう形でやってたんかな徳島でもということで、で、まあ、まさか投げたいと言うてくると思わへんち、ランチ特打で投げるみたいだけど、まあマウンドからなということで、まあ、その椎葉投手が自ら投げたいというふうに志願してきた。やっぱある程度プロのバッターでどういう反応なのかっていうのは早く知りたいんじゃないの、あと思うよ。実際に立ってもらってるところでっていう、そうそうそう、どういうふりをしてきてって、うん、ねえ、まあ、やっぱこう速いピッチャーだから、はい、どういう反応を見せるのかとかさ、うん、まあ、そういうことをやっぱこうシーバーは知りたいのかなっていうような本人は、うん、まあ、それと自分の調整法もあるだろうけどもね、もちろんそうですよね、うん、でまあ、ブルペンを見ていてもしっかりシーバー投手投げられていますよね、どうですか、うん、というふうに聞いたところ、今日もそれ全然投げられると思うよ、あれがね一番速かったもんな、あれってのはシーバー投手まっすぐな、まっすぐ、だから自分のその投球練習にも手応えも感じてると思うし、はい、だから早く対峙して、はい、あこれじゃダメだなとか、うん、まあ、例えば高めに浮いたボールは確実に捉えてくるとかさ、はい、低めだったら大丈夫だとかさ、うん、そういうことを知りたいんじゃない、まあ、そうですね、であ高めでも大丈夫だなって思うかもわかんないしね、うん、だからまあそこら辺を早く知りたいっていうか、どういう反応をしてくるのか、はい、まあ、そういうことだと思うんですね。プラスその11日と12日紅白戦後に今度2軍からやっぱり岩崎投手とか、はい、例えば岩貞投手、梶谷投手、島本投手が上がってくるっていうこともあって、やっぱ椎葉投手はそこら辺やっぱりいいところを見せたいっていう気持ちがあるんですかねっていうふうに聞いたところ、うん、いやそこまでは考えてないやろ新人が、まあ、新人ってまだ分からへんや、でもちょっとあれやな、ピッチャーが宜野座は20人やけど20人ではちょっとしんどいかも分からへんな、ちょっともうちょっと増やす可能性もあるかもということで、下げずに一軍の人数を増やすという方向も、これは嬉しいことですけれども、うん、俺に聞いてみて、質問、記者がどういう質問したか、はい、俺は岡田監督の多分答えと一緒だと思うよ、答えるのは。そうなんですね、多分だから椎葉が二軍から上がってくるって、いやそこまで考えないでしょって、うんうん、そんな感じだと思うし、うん、そうやって言ってたでしょ、はい、うん、だから次のあれは質問は記者が質問は、はい、次の質問はそうですね、前川選手、はい、ランチの特打は見てなかったと思うんですけど、前川選手良かったですよというふうにと、前川はランチ特打の後のバッティング練習を見とったからな、今日水口コーチにも言うたんやけど、ボールが上がるようになったよな、だからそれを言うなってあだからそれは俺が言うから、分かりました。いやでもね、腰がねより座った感じがするよ、それ見ててそういう感じが、だからその構えからどっしり感が出てきてるというか、はい、ボールに負けないこう構えがあるという、うん、そのボールが上がるようになってきたっていうのはいい兆候、うん、まあいいっていうか、それはもう個人差もあるんだろうけども、はい、やっぱり力がないと上がらないよねボールは、はい、うん、だからまあ力もついてきたっていうことじゃないの、うん、そのライナー性の打球というか、ライナー性というよりもどっちか言うたらラインドライブがかかってしまうというような、うん、そういう打球が多かったけど、今日なんかはだいぶボールが上がるようになってきたね、うん、だからこう巻き込むような感じの打ち方だったんだけども、はい、押せるようになってるんじゃない、ガンガンと一つね、でそれが上がっていくっていうようなイメージなんですか、ね、うん、でも上げない方がいいけどね、前側なんか、あ、そうなの、それ甲子園だもん舞台が、あそうか、風で戻されるから、はい、ね、それはサトテルだって、うん、ね、戻されるときは戻されるわけだから、はい、それ以上の力がいるっていうことでしょ、そうですよね、で前側の背丈とかいろいろ考えると、うん、やっぱりアベレージヒッターだよね、うんうん、中距離ヒッターというか、はい、だから上がらない方がいいとは思うけど、でも力がついてきた証拠は証拠なんだよね、はい、うん、去年とはまた違った風に成長がこのキャンプで感じられてるっていう、まあ、年々成長してるよな、なんですよね、うん、プラス野口をはじめ外野争いは激しいですよね、そりゃ激しいわそりゃ簡単にはいかんよ、ああ、はいはい、決まってんのはセンターの近本だけで、うん、はい、あとは両サイドは空いとるか、
今の状態やったら丸々とか丸々の方が外野手の中でいいのか。あ、それはもう野口とか前川、うん、まさにそうです。この2名の方が上やろなっていう、はい、使いたくなるよなっていう。そうなんです。まあ、それはそうやっぱ、ね、野口は、はい、やっぱバッティングバッティングっていうのは目立ってるけども、はい、テレビ見てるとやっぱ走塁も長けてるな。それあのね、赤星さんのコーチで来てますけれども、だから走塁という面もすごくいいって言ってたね。そうなんですね。だから3秒揃ってる選手なんじゃないの、野口選手。森下も下手じゃないよ、はい、あの守備はね、うん、ただ走塁という面でもさ、やっぱこれからもっと学んでいかなきゃいけないところがあるしね、はい、うん、ただそうやって人を使いながらやっぱこう刺激してるよね、森下を。そうですね、うん、それはね、球団としたらやっぱドラフト1位だし、はい、ね、大山、里輝、森下って大学でのドラフト1位が活躍してるから、はい、だからここら辺はやっぱこう森下頑張れっていうふうに腹の中では思ってるかも分かんないけども、うん、岡田監督っていうのはやっぱ勝負に対してやっぱ厳しいし、いやそんなもんもドラフト1チームにいいもんあるかいみたいな、うんうん、いいものを使っていくっていう、まあ、スタンスだからね。そうですね。まあ、森下選手もね、あの今キャンプですごく試行錯誤してバッティング悩んでたりもしますしね。まあ、あの悩めるまだ時期なんだよね、うん、ああ、それとそのキャンプの中盤、はい、まあ、本当に紅白戦が入った時にその今試行錯誤しているところをいろいろ試していくと思うけども、はい、キャンプ終わる時に悩みがないようにしておかないとな。そうですね、うん、今はまだいい時期だけど、まあ、ちょっと残りすぎるとか、はい、まあ、そういうところがあるけどもね、うんうん、あとは井上選手には勝負の年と言ってましたけれども、前川はどんな年か、はい、ということで、これ前川選手の話よりちょっと井上選手の話にそれていっちゃうんですけれども、だからそれは前川だって今年も勝負よ、うん、毎年勝負よ、プロの選手なんて。そうですよね、まあ、井上はちょっとのんびりしとんな。やっぱりその怪我っていうところで肩っていう意味で、で一番本人も分かってるやろうっていうところは、うん、まあ伸びてほしいんでしょうね。いや、まあだけどもう怪我っていうのはさ、うん、本当につきもんだし、名馬は怪我しないから。そうです、怪我、そうですね、うん、だからここら辺だよね、弱さは、うん、井上の物はいいよ、はい、物は素晴らしいよ、うん、だからやっぱこう怪我との戦い、相手との戦いじゃなくて自分との戦い、怪我との、うん、だからそこがまだ待ってるっていううちは対戦できないよね。そうですよね、うん、結局その土俵にまだ上がれない、上がれないっていうことになっちゃいますもんね。本当に。あとは面白かったのが、村上投手そして湯浅投手のことを挙げていたんですけれども、湯浅投手と村上投手、伊藤将司投手のこの2投手の性質というかが違うというのを岡田監督は。それは全然違うよ。湯浅投手はこういうタイプ、練習ではこう、実戦ではこう、一方で村上投手、伊藤将司投手はこういうタイプというふうに岡田監督がズバッとおっしゃってるんですよ。まあ、湯浅は、はい、もうとにかくあの素質型だよね、うんうんうん、素質型でどんどんやっていくという、はい、で村上、伊藤っていうのは、うん、まあ、どちらかというと南東派だからさ、うんうんうん、頭を使って駆け引きをしていくピッチャーだよね、はい、うんうん、遠からずですね。あ、そう、はい、ちょ、なんつった。村上と伊藤将司はやっぱりキャッチャーが構えたところに投げられるコントロールがあるから、今下でやってもすぐにキャッチャーが構えたところにボンといけると、うん、でも湯浅はまだばらつきがある、でもゲームで投げて結果で調子を上げていくタイプなので、今ちょっとばらつきがあるけれども、湯浅なんかどっちかっていうと実戦で抑えて調子が上がっていくタイプのように俺は見えるよというふうに。まあ、そりゃそうや、うん、そりゃそう、そうですね。いや、まあだから素質でやってるというね。まあそういうことなんですね。だから感覚でやってるんだよ。だからこう対戦してみてその感覚をどん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 磨いていくという、うんうんうん、だから村上、伊藤っていうのは、うん、四隅のコントロールがあるから、うん、あとは組み立ててという。だそこまでやっぱりどういうタイプのピッチャーなのか、今ばらついているから不安とかではなくて、うん、もう実戦でこう才能でポンっていくタイプだからっていうことですよね、はい、つまり湯浅投手のことを。あと青柳、西勇輝投手は、はい、というふうに質問したところ、まあ、疲れがやっぱりあるよねって、これまでの蓄積、あ、まあね、はい、去年でもブルペンで良くなかったよなみたいな話はしていますね。まあだけど、うん、この2人はそんなにペースも上げる必要もないし、うん、そうですよね、ゆっくりやればいいからさ、うん、むしろオープン戦なんか 1,2 試合でいいよ、うんうん、
あとは実戦に持っていっとけば、はい、その実戦の勘が戻ればいくらでも2人は投げれるから。そうですよね、うん、だから何ら心配はないよね、うん、あと門別投手、記者が丸々投手2世というふうに言いました。それに対して、まあ、2世ちゃうわ、俺より全然ボール早いって言うとったわ、ホネララ投手がねっていうふうに言ってるんですか。さあこれホネララ投手って能見、違います、違います。誰だっけ、チェンジアップのいいヤンキース行った井川。井川じゃないです、井川じゃないです、他のチームです。ちなみに中日です。あ、今のか、違います、レジェンドですよ。ラジコン今ラジコンってあの、あ、山本昌。そうなんです、山本投手が、門別投手が初めてカーブ投げとったのを見て、なんかそれが2世みたいな感じになったみたいな。いや、タイプがまた違う。違う、いや、門別速いもん、球が。あ、もっと速い。山本昌は自分の球をより速く見せようとしたピッチャーだからね。はいはい、はいはい、だからそこら辺の技はあったピッチャーだけど、うん、門別は速いもん、もともと多分、ね、キャッチャーの坂本選手が山本昌さんみたいな、山本昌2世みたいなことを言ってたみたいですよ。あーカーブがね、はい、ただ山本昌さんは俺より全然球速速いけどねみたいな。そうでしょう、はい。まあ謙遜するからね、そこら辺はね。あ、まあそうですね、自分が一番だと思ってもね。まあそうですよね、うん、いい自主トレをしてきたと分かる動きを選手は見せてくれていますか、キャンプでと聞いたところ、はっきり言うて普通に動いてるよね、やってきた以上に張り切ってるって姿でもないし、これだけやってきたからこれくらい動けますみたいな、こっちはまだ無理させてないからな、はっきり言って、みんなの力量は去年見て分かっているから、それ以上のことを見せてもらう必要はない、アピールする必要ないしなっていうふうに話しています。アピールじゃなくて見てたら分かるよ、うん、まあそうね、あ、これは使いたい選手か、あ、これは使えない選手か、うん、それを分かる、うんうん、だからアピールする必要もないし、はい、まあ、自分のことをしっかりね、地に足をつけて、うん、もうね、何の不安もいらないよ、1軍に残りたいとか、はい、で2軍に行くの嫌だとか、うん、これは自分が決めるんじゃなくて相手が決めることだから、うん、首脳陣が、はい、だから自分のことだけを一生懸命やることが大事だよ、うん、いつも不安がってるやつがいるんだよ。あ、そんな、落とされたらどうしようとか。そうそう、だからまあヘッドコーチとかが、まあ、普通のコーチへ帰った時でも、はい、寺さん大丈夫なんですかねとか探り入れてくるやつがいるんだよ。なんかおっしゃってましたね。そうそう、いいからそんなこと気にすんなって、うん、お前が悩んだって決めるのはこっちなんだからってそうです、ね、お前が決めるんだったら一軍って決まってるだろうって決めるのはこっちなんだからそれよりも自分のことを一生懸命やれって。そんなことで ね、無駄な時間で悩むことないし、うん、そんなことで落ちたりとかね、上がったりとかしてるんだろうって、今日は1本打ったから、これは1軍残れそうだなとか、うん、今日は打てなかったら、まあ、2軍かなとか、うん、そう一喜一憂してると、うん、もうね、おかしくなるぞって。そうですよ、ね、それよりは一生懸命やれって、うん、そういうタイプだよ、岡田監督は、うん、まあ、そうですよね、うん、やっぱりね、去年優勝したチームあれだけの力量があるっていうことを分かっているので、無理もさせてないし、でも阪神のな、今の一軍にいるとな、いい思いもできるだろうしな、やっぱ一軍優勝も経験できるだろうしな、やっぱりその一軍と二軍のね、この境界というか当落場にいるという選手はやっぱりアピールして、なんとか一軍つかみ取りたいっていう思いはね、絶対あるでしょうし、特に外野のこう若手の争い、いや大変だぞお前、まあ、野口選手出てきて、前川右京選手いて、小畑もいいしな、小畑選手も外野練習、あと小畑選手も外野練習なんかやってました、そう、はい、とかやってたのかな、あとまあ他にね、井上選手ももちろん、森下選手もそうですし、いやノイジーもいますしね、競争が激しいっていうのはいいことだし、うん、やっぱり1軍と2軍との差が激しいような気がするな、阪神は。あ、そうか、やっぱ華やかなところと泥臭いところと、だから特に感じるな、強いチームは特に。そうですよね、まあ、オリックスもそうかも分かんないけど、特にその1軍でやっぱり去年優勝してるメンバーっていうのが揃ってるだけに、そこに食い込むっていうのは非常に難しいですよね。森下な、どうなるかね。いや、そうなんですね、森下選手がね、今ちょっと打撃でダメ出し食らってるからな。そうなんです、その話題もちょっと動画にしたいと思います。はい。